皆さんこんにちは、週一なでしこカフェ。あーそうでしょう。もう一度、もう一度。はい、皆さんこんにちは、週一なでしこカフェ始まりました。いきなりの YouTube の音が急になっちゃって大変失礼しました。この番組はなでしこリーグ協力のもとお送りしています。 MC の森口香織です。MC の長谷川優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日はですね、アルビレックス新潟リリースから上尾延めぐみ選手と小野風花選手のお二人にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は非常にゆるい番組なので、元気いっぱいリラックスして参加していただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はサッカーキングの YouTube ペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです。よく見てます。 Play with the, since the young age。こんにちは、シキリアン、あとれアマチュアのソカキン、あとれジャポネ、ウセプメイ、ありがとう。はい、それでは初めにですね、先週末行われましたプレナスなでしこリーグ2部第15節、チャレンジリーグ第7節を振り返っていきます。ではですね、改めてなでしこリーグ2部、第15節の結果と順位表を見てください。はい、どうぞ。オルカが1位になりましたね。はい、わー、十文字に1対4で勝利して、オルカがただ勝ち点は並んでスピーダが本当ですね、はい、2位というところなので、28、28、27、はい、26、25、25ってめちゃくちゃ拮抗してる。はい、まだまだずっと混戦が続いているので、皆さん第2なでしこリーグ2部も目が離せないので注目してください。はい、では続いてチャレンジリーグイースト第7節の結果と順位表です。これが10月25日日曜日に行われました、試合でですね、福島が、1位のままですね。そして、続きましてチャレンジリーグウエストの第7節の結果と順位表です。どうぞ。はい、こちらが広島が1位で、高槻が追っての2位、ね、ちょっと勝ち点が、ま、はい、福岡と離れていますね。はい、はい、でちょっと簡単な振り返りとなりましたが、以上2部の第15節とチャレンジリーグ7節の振り返りでした。はい、では改めまして、今日はアルビレックス新潟リリースから上尾延めぐみ選手と小野風花選手にお越しいただいています。まずはお二人のプロフィールご紹介します。まず上尾延選手です。1986年3月15日生まれ、神奈川県のご出身、ポジションはミッドフィルダー。小学校時代は林間 SC レモンズに所属、同級生の川澄奈穂美選手とともにプレー。中学高校時代は大和シルフィードに所属、2006年から現在まで新潟レディース一筋でプレーしています。2009年から日本代表に選出され、2010年の AFC 女子アジアカップではミャンマー戦で86分に初得点を挙げています。もう新潟一筋っていうのがなかなか珍しいパターンかもしれませんけど、ここ後でも新潟の魅力をたっぷりと伺っていきますので、はい、よろしくお願いします。そして小野風花選手ご紹介します。1988年1月15日生まれ、愛知県のご出身、ポジションはフォワード。高校時代は藤枝順心高校でプレー。2013年にアンダー16日本女子代表に初選出されています。2014年のアンダー17女子ワールドカップ決勝、スペイン相手に1得点を挙げ優勝に貢献されました。2016年に日体大フィールズ横浜に所属、そして今シーズンからアルビレックス新潟レディースに所属しています。ということはお二人は12歳差っていうことになりますかね。どうですか、この上下関係みたいなやつは。でもさっき
あの待ってる間の雰囲気とか見るとすごく仲良さそうな微笑ましい感じで、お姉さんと妹みたいな感じでしたけどこの選手大丈夫ですか口開けてでも心なしかちょっとこう亀尾の目選手になられてる感じです。でも1年目って緊張しますよね、うん、やっぱりどんな先輩がいるのかっていうのも入るまでわからないし、性格とか細かいところはどうですか。うん、初めはめっちゃ怖いイメージしてたんですけど入って、うん、すごい全然違うわと思って、めっちゃ優しくって、はい、いいですかわいいよしよししたくなりますね、なんかそんなこと言われたら確かにこうなんか上尾上選手はクールなイメージがあるんですけど、この選手から見たら どんな先輩ですか。かっこいいです。あ、やっぱかっこいいですよ、ね、イメージ通り上尾上選手から見たこの選手どういうイメージですか。いや本当にもう全然怒れない子です。何もうよしよしみたいななんか伝わってきますね、その感じがかわいいではでは、そんなあの微笑ましいお二人と今日はお届けしていきますが、ここから今シーズンのチーム状況について聞いていこうと思います。まずはじめにですね、ピックアップマッチとして9月6日日曜日に行われました2020プレナスなでしこリーグ1部第8節アイナック神戸戦のハイライト映像をご覧いただきます。どうぞどうぞ。ちょっとね、試合が前の試合になるんですけど、この試合お二人とも覚えてますか。覚えてます、覚えてます。これまず仕掛けたのはアイナックだったんですよね。最後岩渕真奈選手が詰めるもゴールキーパーにキャッチされました。これが右サイドから水野吹奈選手の6点目ということになりました。なんかフラフラですねゴール決まった後でもあの混戦でゴールキーパーと相手ディフェンスと一緒にこうバチャってなった瞬間に倒れないでもう一歩自分でこう詰めに行けるっていうの、こう体が強いんですかね、なんかバランスがいいのかなって思うんですけど、自分でちょっとどう思いますか。ヘナチョコです。ヘナチョコ、いや絶対ヘナチョコじゃないあれで自分でもう一回詰められるってすごいですよね、まあ、あの時はゴールしかも見えてなかった。そうですね、だったんですか。あの勝った瞬間っていうのはどんな気持ちでした。勝った瞬間、めっちゃ嬉しかったです上尾選手が通訳みたいな実際この試合振り返ってみて、こうチームとしてこう良かった点ってどういったところにありますか。そうですね、まあ、あの最初に先制されてしまったんですけども、まあ、そこであの集中途切れることなくあの最後まであのしっかり戦って、まあ、逆転できたっていうのはその試合も良かったですし、その後の試合につながる、あの自信につながる試合だったかなと思います。でその得点シーン、今回この試合に関してこの選手の2ゴールで逆転勝利となったんですけど、まあ、そのゴール決まった瞬間1点目と2点目ってこうどういう思いでした。とにかく得点が欲しかったので、うん、ゴールにって感じです。もう結果が出てよかったみたいな、はい、でもこう移籍1年目でこう得点を重ねているじゃないですか、うん、今シーズンの中でのもう手応えとかってこの選手いかがですか。うん、新しい地での、うん、得点ができるのは、周りにも、周りの選手にも感謝したいと思いますいつもそんな感じなんですか。いつもそういう感じ
神尾野選手が深くうなずきました。なんか力抜けますね。あなんかね、なんかゴールを量産してると思えないぐらいの、もっとゴリゴリ系かと思ってました。ギャップがありますね。ねえ。実際このお互いのプレーをここ良かった、ここいいって褒めるとしたら、どんなところがいいですか？亀尾伸選手から見た、あ、じゃあ、この選手から見た亀尾伸選手。セルターはもう完璧です。いや、すべてのプレーが、はい。特にどういうところが完璧だなと思います。使い方とかもめっちゃうまいし、うん、ボールも全然なくさないので、うん、すごいなって思います。確かに神尾野目選手の私トラップめちゃくちゃ好きなんですよね。 ありがとうございます。もう絶対ボールが綺麗にこう収まるというか、もうボールで触った瞬間にあうまいってなるプレイヤーだなってずっと思ってました。ありがとうございます。嬉しいです。逆に神尾野目選手から見たこの選手の ここがいいっていうのところってどんなところですか？そうですね、まあ、あの得点量産してる中でもやっぱ嗅覚がすごいなって感じてて、うん、まあ、こぼれ玉だったりそのクロスへの入り方とかも、まあ、本当にプーがいるところにボールが転がってくるというか、まあ、本当にストライカーだなっていう感じです。嬉しそう。実際そのボールへのでこやっぱりこうこの選手的には感覚、ここに来るかなって感覚なのか、自分でこう駆け引きしてここだって狙って言ってるのか。勝手に動いてます。あ、もう本当に体がストライカーの感覚を持ってるんですね。今コメントでもですね、シャムさんプレートのキレが全然違うっていうこの選手に対してのコメントも来てますけど。よく言われますか？確かに言われます。あのお家賃滞納中さんはこれは確かに怒れないって。本当それ分かりますね。ちなみに監督からこう怒られたりとかはあるんですか？あんまりないですか？やっぱもうみんな怒れないのかな。あのこの選手は日体大から移籍されてきて、やっぱチームのカラー全然違うなとか、なんかそういう戦い方とか、なんかおこういうところなんだっていうのなんかありました？まず環境から違って素晴らしい環境でこうやってサッカーができるのはいいことだと思います。どんな風にいいなって思うんですか？どういうところが？全部。あ、鈴木敦さんからこの選手へ質問が来てまして、このさんは大きな大会で必ず活躍するその秘訣は何ですか？来てますけど。おお、楽しむことです。ああ、もうそのサッカー大会自体を楽しむ。はい。じゃ緊張とかはあまりしないですか？全然しないです。あ、しないんだ。すごい。な気持ちがやっぱ。喋ってる方がめっちゃ緊張します。ん？もう一度。どうやって喋ってる方がめっちゃ緊張。そうなんですね。でも全然じゃあ。あ、大きい大会とかで相手ピッチに立つときは全然大丈夫なんですね。全然大丈夫。すごい。でもなんかプレーからそれはなんか伝わってきますね。なんかすごく生き生きしてるっていうか、楽しそうにプレーしてるなっていう感じが伝わってきますもんね。神尾野選手はもう緊張とかそういうのはさすがにもうないですか？やっぱりあります？いや、試合はないです。喋ってる方が緊張します。あ、そういうことですか。一緒ですね。実はじゃあちょっと共通点がある2人かもしれないですね。でここまでで、あ、ではですね、今シーズンのチーム状況についてここから少し聞いていきたいと思うんですけども、はい、新潟レディースの今シーズンの試合結果一覧をご覧ください。はい、スタートがちょっとこうなかなか勝ちまでが遠くて、5節までが、まあ、引き分けはあるんですけど勝ちがない状態で、はいはい、あのシーズンがスタートしたんですが、まずその開幕してからのチームをちょっと振り返って、亀尾留選手いかがですか？
そうですね、まあ、開幕戦のところは勝利できたんですけど、うん、まあ、あのレッズ戦だったり先制しても逆転されたりとか、うん、まあ、ベレーザ戦もそうです、先制して2点差つけてあの最後に追いつかれてしまったとか、うん、そういう最後のところが、まあ、すごくもったいなく、もったいない試合だったなと思いますし、うん、まあ、やっぱりそういう接戦をものにできるかできないかで順位がすごく変わってくるので、まあ、出だしのところとしてはちょっと悔しい試合、うん、あのベレーザーとこう伊賀にこう引き分けが続いた後にジェフに、はい、あの勝利するというところなので、ここで何かこうチームが変わったなっていう点とかってありましたか？うん、そうですね、まあ、やっぱり勝利することで、まあ、チームの雰囲気だったり、まあ、その試合の入り方っていうのも変わってくると思うので、まあ、そういう意味ではすごくいいきっかけになった試合でした。うん、15節を終えて今6勝2分け6敗で5位とつけていますが、ここまでのこの全体的なこのリーグを通してのチームの印象っていうのはいかがでしょうか？そうですね、やっぱりそのさっきも言ったんですけど、あの接戦をものにできてないっていうところが結局今の順位だと思いますし、本当にこう順位が変わるかどうかっていう試合の時ほどあの負けてしまってるので、まあ、そこは本当にもったいないというか、そこを勝ってればというところがあるので、そこはまだまだあのチームとしてやらなきゃいけないところだなと思います。だんだんとこうやっぱりこの勝ちをこう積み上げてきてるなという印象はあるんですけど、チームとしてこういい流れになってきたなというのは実感ありますか？そうですね、まあ、そのいい流れになってきたなって時にやっぱり、うん、あの負けてしまったり引き落とすことが多いので、やっぱそこを乗り越えなきゃいけないなというふうに思ってます。そんな中でもこの選手がね、うん、はい、これまで6ゴール得点ランキングも6位とかなりブレイクしてますけれども、その得点を取れてる要因ってご自身ではどんなとこだと、まあ、周りの人が助けてくれてるさっき言ってましたけど、改めてどんなふうに感じますか？勝ちにつながる得点とかをもっとできたらいいなって思います。ご自身の今シーズンのなんかこう得点の目標ってあったんですか？はい、何点目標だった？9点です。9点、じゃああと3点、はい、いけそうです頑張ります勝ちにつながる得点 そのもうあと一歩っていうところは、これからもう残り数試合となってきましたけど、ご自身ではどう改善していきたいなって思ってますか？うん、まあ、自分はフォワードなんで、まあ、毎試合得点を狙うってことと、まあ、自分が決めれなくても周りを使ったりして得点に絡んでいけたらいいなっていうのは思います。今シーズンチーム全体 あの昨シーズンからの変化とか、こういうところを目指していくっていうのは、意思統一はスタートからどんなところがあったんですか？そうですね、まあ、でも継続して去年とかのやっぱベースであのサッカーをしていくのはもちろんなんですけど、プラスで、まあ、本当にこうスピードがある選手だとか、もっと前に強い選手っていうのがあの増えてきたと思うので、やっぱそういうところをもっともっと生かしながらあの戦っていけるようにはあのチームとしてはやっているんですけど、まあ、それでもっと得点とか取れたらすごくいいと思うんですけど、まだ最後の精度のところがなかなかこううまくいかないので、そこは積み上げていきたいなと思ってます。じゃあまだその達成度、目標達成度というところではまだまだ改善が必要という。そうです、はい、これ残り試合はどんなふうに戦っていきたいなって思われますか？そうですね、まあ、やっぱりもう全部勝ちを目指して戦いたいと思いますし、そこで順位がまた変わってくると思うので、やっぱり勝利にこだわって戦いたいです。そうですよね。
この選手はあと1点ずつ取れば目標達成。はい、でもあと3点ですけど、3点とは言わずにもっと取ってとチームが勝てるようにしたいです。なんかストライカーとは思えない感じのこの雰囲気がいいですね。このネジが喋った後に後ろで大きくこう上尾信選手がこうやってよしよしってうなずいてるのがなんか雰囲気がチームの雰囲気が分かりますね。あの皆さんシャムさんとかも癒しって書いてかわいいとか本当そういう感想になるということで、ここまで今シーズンのチーム状況を伺っていきました。ではここからはですね、はい、私のプライベートということで、オフの日の過ごし方ですとか最近ハマっているものを聞いていこうと思います。はい、まずは事前に送っていただいている写真、上尾信選手の写真からご覧いただきましょう。こちらです。ワンちゃん、これ何ですかこのリュックは、ここになんか入りきってないはみ出てますよね、落ちそうちょっと余裕オーバーです。これはもうワンちゃん用のリュックなんですか？はい、ワンちゃん用のリュックですか？一応、はい、一応でももう2匹だとやっぱ入りきらない。多分小型犬だったら2匹とかあるんですけど小型犬なんですけど大きくなっちゃってこれ上閉めずにこの状態で動いてるんですか、いつも？で、あの1匹入れて、あのもう1匹は抱っことかの時もいい。ああ、でもこのなんかあのオープンカーみたいな状態で進む時もあるんですか？あります。おとなしい、おとなしいですよね。こう飛び出ちゃいたいとかないですね、うん、ちゃんとおとなしくこうやって入って、あ、こうやって背負ってれば大丈夫ですけど、やっぱでも犬とか見ちゃうと一気にあの行っちゃうので。へー、これは何犬ですか？かわいい。何犬ですか？これペキニーズです。ペキニーズ、ペキニーズ、これは兄弟？え、兄弟じゃないです。あ、そうなんだ。違うんですけど、はい、なんか親子とか兄弟ぐらい似てる感じ、顔が。よく言われます。かわいい。これは何着てるんですか？これあの医療事業者への、あの時に撮った写真。はい、あの青で揃えて。あ、かわいい。普段からこんな感じでお洋服着たり、何かこうグッズ身につけたりするんですか？そうです、洋服は結構買いました。へえ、なんか買い出すと止まんないですよね、こういう洋服って。かわいい、かわいい。サイズも同じぐらいで、かわいいな。ワンちゃんのこのペロッとした瞬間たまらんですよね。たまらんですね。何歳なんですかこの子たちは？8歳と9歳です。あ、じゃあもうしっかり大人ですね。はい、でも結構やんちゃですか？いや、ほとんど動かないです。かわいい。ちょっとこう前牙が出てる感じがもう、はい、あの口んとこわーってしたい。かわいい。毎日お散歩して？そうですね、癒しですね、こういうのって。本当にかわいい。お散歩は歩いていくんですか、抱っこしていくんですか？いや、一応歩きます。一応歩きますよね。なんかたまにあの動きたくない子いるじゃないですか。抱っこする時もあります、動かないんで。急に動かなくなったりしますよね、犬って。もう嫌だ、頑張って。いやー、かわいい。めちゃめちゃ癒しですね。お名前、なんていう名前だったんですか？麦とおもちです。あ、麦とおもち、穀物。かわいい。どっちが麦でどっちがもちですか？奥が麦で手前はもちです。あ、じゃあ次新しい子来たらアワとかキヌとかそういう名前に。おめとかね。かわいい。かわいい。おもち。めちゃめちゃ癒され、ずっと見ていたいですね、この写真ね。いや、ワンちゃんいいですね。
そしてこの選手からは、はい、なんと写真をですねタイトル付きでいただいております。まずはお米お新潟ですもんね麦お餅の流れ麦と餅の流れからのお米ですかお米をたくさんもらっておいっぱいある状態です。もう新潟のお米をもらえるなんてもう最高じゃないですか。お米美味しいですよね。しかもいろんな種類がありますね、はい、じゃあ食べ比べとか食べてないんですけど早く食べたいです。あの新米早く食べたいです。そうですよね。そう確かに新米先に食べちゃうと古いやつが食べきれなくなっちゃうから。どのぐらい食べよく食べる方ですか。お米大好きなんでめっちゃ食べます。1回2杯おかわりとか必ずする方、うん、揚げた人もあの揚げがいがありますよね。そうやって美味しく食べてくれたら確かに。それで2枚目のタイトルいきます。はい、キラキラの500円見つけたよ。おお、ああ本当だ。令和2年令和2年ピカピカ見つけたんで写真撮っちゃいました確かにこれは嬉しい。すごいピカピカ。でもそのタイトルがもう可愛いです。私たち打ち抜かれてますもん。もうなんか絵本のタイトルかなっていうぐらいの可愛さですからね可愛い。これあれですか、やっぱりキラキラだと思って使わず取っといてたりとかするんですか。あの豚の貯金箱に入れてますもう何その豚の貯金箱可愛いあるんですね、うん、豚の貯金箱って今も金色の豚の貯金箱を買ってそんな500円玉貯金ですか。入れましたかわいいよ。もういちいちかわいいってきてますからねうん、わかるあ今だってもう私たちなんてキラキラの500円あってあ新しいと思っても次行ったコンビニですぐ使っちゃうじゃないですか。絶対使ってる。使っちゃいますよね。これを写真撮るってところがもう素晴らしい。ちょっと心を改めようと思います、うん、もうちょっと綺麗な心を取り戻さないと、うんうんうん、ちょっとしたことに感動できる自分になりたいよねまず豚の貯金箱買いますでは3枚目いきます、はい。鳥が飛んでるよ。飛んでるよ結構あの自分鳥を撮るのが多くて、写真鳥が好きなんですか。空が好きなんですか。両方好きです。これ見てて鳥がいたっていうと、はい、で空もめっちゃ綺麗で、うん、色が綺麗。ちょっとポストカードみたいな、うん、こんないいタイミングなかなか撮れないですよね。上手。ありがとうございます。写真もともと好きなんですか。写真撮るの好きなんですけど鳥いるのが結構多いです。あ、惹かれるんですね鳥に。これ普通のスマホの写真ですか。そうです。あ、なんかすごい。コメントでお家賃滞納中さんがいいカメラ持ってそうって言ってますもん、うんうん、こういう色の写真iPhone なんですね。綺麗、はい、この斜めに撮ってる感じがすごく上手、うん、ちょっとこれは新潟で個展を開く日も近いんじゃないですかこういうこのちゃんぽ MC みたいなやつ で今あのあゆさんもファン急あのファン激増って言ってますからね。ちょっとこの癒しキャラにファンがどん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 ますます増えて、このちゃんの世界とかいう、はい、なんかこうタイトルで固定を全部にちゃんとねあのタイトルつけ て。では最後のタイトルいきたいと思います。虹があったよ極めつけ虹、はい、本当だ。めっちゃ雨降ってて、はい、これバスで移動してる時なんですけど、めっちゃ雨降ってて、新潟って結構天候激しくて、
めっちゃ雨降ってるなと思ったら、もうめっちゃ晴れてきて、で外見たら大きい虹あったんで写真撮りました。これ普通に綺麗な写真だなと思って、よくよく見るとちょっとあのやっぱ窓ガラスとかの反射みたいのがあるから、これ車内で撮ったってことですよね。そうです、すごい綺麗に撮れてる。でもこんなすべてかけずに大きい虹ってなかなかないですもんね。ちゃんとアーチになってね、うん、こんな大きい虹初めて見ました。ね、やっぱこう途中で切れてたりとかが多いですもんね。神尾延選手がなんかもうこの動作にもだえてるんですけど、このいち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 コメントに。なんかもうずっとこんな感じですか？毎日。もうなんかちょっと飼い主とワンちゃんに見えてきましたもん。かわいいかわいいって。確かにもちと麦とこのを入れてほしいですね。で3匹目のこのちゃんがかわいいな。なんかそのでも本当にすごい感性ですよね、その、うん、虹とか鳥とかそういうものを記録に残してね、こういろんなことに興味を持って人生楽しそうってコメント来てますよ。なんか心洗われましたね、今思いっきり。でもそんなこの選手は実は初めての社会人生活を春から送っているということで、そうですよね、大学卒業して初めて新潟に行って就職もしたっていうことになるんですよね。はい、ということで働いているのがこちら、魚六さん、スーパーですか？はい、新潟県内にあるスーパーマーケットの魚六ところで働いてます。どんなお仕事してるんですか？本部にいるんですけど、本部で店内とかにあるポップとかレシピとかの作成をしてます。初めての社会人生活ってどうですか？うん、楽しいです。おお。でも学生時代と違ってやっぱし半分は仕事半分はサッカーってちょっとそういうやりくりが大変かと思いますけど、そういう面ではどうですか？うん、朝起きてすぐ仕事行ってそのまま練習なんですけど、うん、でもなんかすごい楽しくてやりがいがあります。公式ホームページでも今年のサッカー以外の目標っていうところにお仕事頑張るって書いてあったってことなんですけど、はい、お仕事楽しいですか？仕事楽しいです。それはいいですね。両方励みになりますよね。サッカーするにつけてもやっぱりお仕事が楽しいとその分頑張れるし、でいろんなお写真をご用意いただいてるんですよね。何ですかこれ、かわいいな。かわいい。レシピの方でこれは料理をしました。これは魚六のホームページに載ってる写真ですか？魚六のホームページでエチゴサラダっていうところに載ってたいから。エチゴサラダ、かわいい。ギュギュコロコロ、爪に巻かないと焼くときにバラバラになりやすいからラップをうまく使って巻いていくよ。このめっちゃかわいい。コメントとかも全部この選手がやってるんですか？ああ、そうです。すごい。あ、プロが作った。本当だ。これは豚にアスパラの豚肉巻きとかそういう感じですか？これはキュウリ巻いてます。キュウリか。本当だ。美味しいです。美味しそう。綺麗。お、まだまだ。舞茸いっぱい乗っけちゃったら減らされた。うん。いっぱい乗っけたんですけど。写真撮るときに。はい。ちょっと減らそうか。乗せすぎたんだ。あ、これは何を作ったんですか？これはお豆腐焼いて上に舞茸いっぱい抜けました。なんかお豆腐ステーキみたいな。
感じですかね。すごい美味しそう。でさっきもおペロッと食べちゃいましたいい写真。もともとお料理はする方だったんですか、学生時代から。あ、そうなんですね。じゃあぴったりの企画。そうです。一番の得意料理は何ですか。オムライスです。なんかチームの人に作ったりとか今シーズンしました。してないで今後披露の予定は。食べる、うん、かわいいよ今のちょっと皆さんスクショタイムですよ。もう一回やってもらえますか。向き合っての食べるってかわいいあ、ハロウィンもあるんだ。あ、そうです。すごい定期的にこういういろんな食材とかでホームページに上げてるんですね。へー、明日明後日かハロウィンなので、うん、ぜひ作ってみてほしいです。これは魚六さんのホームページを見たらこのレシピが載ってるっていう、はい、ことなんですか。できましたって。あ、ハロウィンっぽいそのパーティー料理を作ったんですね。はい、すごい。この選手が作った、まあ、お手伝いしながらっていう。うん、すごい。これお料理の腕も上がるし、なんか一石二鳥ですね、はい、わあ、いいですね。でこうやってその、ま、企業のサポートもありながらっていうことですよね。会社の人たちはじゃかなり応援してくださってるんですか、そのサッカーに関しても。そうですよね。だってユニフォーム着てやってますもんねこれもねこれは、はい、いいサポート体制ですね、うん、すごい。神尾選手はこうプライベートで今ハマっているものとかってあるんですか。でも休日こういうことするのが多いとか。いやないですね。あ、もう割とじゃあもう本当ワンちゃんとのんびりしたりとかが多いんですか。はい、予定ないと外も出ないんで。あ、そうなんですね。やっぱそういう皆さん割とそういう方多いですね、うん、ゆっくり家で過ごすっていう、うん、家ではなんか見たりするんですか、映画見たりとか。今だったら YouTube とか Netflix とか。いや、常にテレビは流してますけど、まあ、ずっと iPhone に寝てます。意外かもしれないです。ちょっとはい、iPhone なんか携帯とかフォンって置いておきそうな、うん読書イメージあ、お家賃滞納中さんがこの3ピッチでのプレーぶりから体育会系な選手かと思ってたけど全然違ったって。ニコニコ見守る神尾野さんと共に癒されるわって今日コメントしてますよいや本当そうですね。本当に早速シャムさんもウォーロックさんのホームページを見たって言ってますよ。あ、本当だ、お料理チャレンジってみんな早い、ちゃんとチェックが早いチームの雰囲気全体もこういう、うん、なんというか大和か仲いい感じなんですか。仲いいでなんかなでしこデリバリーの方でも、なでカフェデリバリーの方でもちょっとこう仲の様子を撮っていただいた時は皆さんすごい仲良くワイワイとやってる雰囲気でしたけど。そうですね、はい、もう今日この2人の雰囲気を見てその通りなんだなって思いましたチームメイトで出かけたりすることもあるんですか。お休みの日とかちょっとまとまったオフとか。そうですね、まあ、今年はなかなかけど、まあ、結構チームで集まったりとかっていうのは、まあ、去年とか前とかも、まあ、結構イベント的にやったりはして。どんなことするんですか。まあ、新人の歓迎会もそうですし、うん、まあ、去年はもうボーリング大会とかもしました。ちなみに誰がうまいですか。去年誰だろう。やっぱキーパーはうまいですね。あ、やっぱ手で扱うのがうまいですね。やっぱそういうもんなんですね。そうか、スロー、キーパースローとかでもちゃんと投げてるから。だからね。へえ。新
潟のこうおすすめスポットってありますか、うん、もし皆さん観戦に行かれた時にこういうとこ寄ったらいいよっていうような、ね、おすすめあるうん、そっか、ね、今シーズン来たばっかですもんね。なかなかね今シーズンは出かけづらい。温泉は多いですし、うん、やっぱ食べ物が美味しいです。うーん、確かに海もあるしお米美味しいし、はい、うん、あ、日本酒も美味しいですよね。お米美味しいから新潟といえば、ね、はい、なんか食べ物食べにっていうのがいいですね。サッカー見た後美味しいもの食べれるって一番嬉しいですよね。それはすごい、うん、確かに、うん、泊まりで行きたい。私去年新潟行ったんですけど、なんか武家屋敷みたいな結構あの雰囲気の趣のある通りがあって、そこがすごく素敵だったなという記憶が。あんまり有名じゃないのかな、駅の近くだったんですけど、古いお屋敷がいっぱい残ってるような通りがあって、いや、たまたまなのかな、たまたまそこを通ったかもしれない。全然ピンときてない。でしたすごくいいとこでした。で、美味しいものを食べて、それこそ日本酒をいっぱい飲んだ記憶があります。いろんな種類を飲み比べして思い出しました今。あと温泉とかもありますよね。あります、ね、だから本当秋は新米の季節だから、今行くと一番いい時期かもしれないですよね。これからがその時期なんですね。米が美味しい時期、うん、ということで、ぜひ皆さん、あの最後に、はい、あのホームゲームの告知をしていただきますが、あと1試合新潟でも試合ありますから、うん、ぜひ遊びに行ってもいただきたいな。そしてあの魚六に買い物に行ってこの選手おすすめのものたちを買ったりして、ポップとか見たら、あ、これこの選手が作ったのかなって見ながらそうですよね、うん、この選手が、え、手作りで書いたりとかもするんですか。書くのはないです。でもやっぱ文言、あの言葉考えたりとか、言葉とかあのパソコンとかで、うん、はい、じゃあ新潟行ったら絶対皆さん魚六行って観光スポットの一つに美味しいもの買って帰ってくださいということで、プライベートお二人の お聞きしました。では続いてですね、ちょっと新しい企画をここからご用意しましてですね、クイズ2人の答えは揃うのかという新しいコーナーでーす。いやでもですね、これ台本で見てた時はなんか揃うだろうなと思ってたんですけど、ちょっと今日お二人の感じを見てると揃わないかもしれないな、うん、私もちょっと難しそうだなと思いました。なかなかこう独特の世界をお持ちなので、揃うかなどうかなっていう。こちらにですね、あの質問が入ってるカプセルがいくつか、はい、ちょっと私が引いてお二人に答えていただきたいと思います。いっぺんに答えて、そのお二人の回答が揃うかどうかっていう、はい、二人の相性が試されるという企画でございますが、ちょっとあの心配になってきました自然にではあの意気込みの方をこの選手お願いします。頑張りますではじゃあ一つ目いきます。じゃん、この選手が好きな時間はなんだ。好きな時間って難しいね。例えばですよ、例として食べる時間、寝る時間とかいろいろある、何々をする時間みたいな答え方で。これはシンキングタイムスタートで、はい、あの紙を用意していただいたので、はい、この紙に、はい、書いてください。リモートなのに紙を用意していただいて大変申し訳ないんですがでね、コメントでもちょっと予想している人がいますけど、合うかな答え。無理だよ、だから寝る時間とかおやつを食べる時間とか、うん、まあ、仕事をする時間とか、うん、そういうことですよね。関番さんは練習時間かなとか、ハトラさん昼寝とかかなって、うん、かけたら教えてください。亀山選手はもうかけた感じですね。合わせに行きました。お、あ、そっか。こうだろうなって。こうだろうな。なるほど。なるほど。さすが。性格がだんだん分かってきた。では、せーので出してください。せーの、ドン。今の何？今のフェイント。ちょっとやっちゃった。じゃもう一度いきます。せーの、ドン。あれやっぱり違った。しているときと、この選手は寝る前のゴロゴロしているとき難しい。
寝る時じゃないんですよ。寝る前のゴロゴロしてるだけですからね。これは出ないな。合わせにいけない。どれでしょう。まあこっちです。はい。あ、合わせてきた。逆にこの選手が合わせてきた。正解はサッカーしてる時で、じゃあもう亀山選手は正解ってことですね。そうです。ではじゃあもうそのまま第2問いきますよ。はい。いやこれはちょっと1個でもあったら奇跡だな。難しいよね。はい、お互い読んで。これはいいんじゃないですか。合うんじゃないですか。新潟といえば。あ、これは今までこれは合うんじゃないですか。新潟といえば。ただね、新潟歴が違うお二人だから、まあ、そうですね。の感覚の違いはあるかもしれない。あれ、ゆうちゃんいなくなりましたよ。ゆうちゃん出てきました。なんかね、画面が急に消えました。消えました？はい。大丈夫ですか？では、お出しください。せーの、ドン！お、お米！揃った！揃った！やっぱり、これはお米ですよね、新潟といえば。シャムさんからボケるなよっていう、押すなよ押すなよ、押すな系のアピールも来てますけど、やっとここでボケなかった。お、早速会いました。ではこのままの流れで3つ目いきたいと思います。お、これはいいんじゃないですか。じゃん、上尾鍋選手の好きな食べ物。これわかる。お、これはもうこの選手が当てに行くパターンですね。でも自信満々、これ分かるって言ってましたから、うんうん、これは期待できますね。お、すぐ答えた。バッチリですか？ではお出しください。せーの、ドン。お寿司、おせんべい。違う。違う。でもあれあれれれれどっちでした？あ、おせんべいが。よく食べてるんですか、おせんべいを。あ、なんかこの選手はそれを見てたから、あ、好きなんだなって思ってた。はい。でもシャムさんから米系だってことはやっぱり、あ、両方ね。メグさんのお寿司の好きなやつ当てれる。あ、何ですか。じゃあそれ書いてみますか。やった。何好きなネタ。神尾鍋選手が好きなお寿司のネタ。結構今ハードル上げましたよ。もう自分で分かるって言ってましたからね。相当あるから、ね、ではお出しください。せーの、ドン。ウニ。ウニ。すごいじゃん。すごい。最後にぴったり合わせてきました。ゆうちゃんがまたいなくなっちゃった。暴れると消えるんだね、これは。違うんです、なんか画面がね、画面になんかすごい出るんですよ。なんか暴れると消えるパターン。ゆうちゃん戻ってきて。違うんですよ、なんかね、すごいいろんなのが出てきちゃう。お、このいろんなのが出てきちゃう。いろんなのが出てきちゃう。でも最後にウニぴったり、ウニ合います。なんでこれはウニ好きなの知ってるんですか。一緒に食べた時にウニばっか食べてたとか。なんか見ました。何見た。ウニを食べてる亀尾鍋選手をどこからか見た。夢で出てきました。愛ですね。怖いです。いや、ウニ好きなのを夢で見て当てられるなかなかないですからね。いや、これはでも一番の難問を当てたんじゃないですか。すごい面白い。ウニ、それならわかるって言って自信満々でしたもんね。ちょっとまさかここでもう全然違う答え書くっていうパターンかなと思ったら、しっかり当ててましたね。うん。でもやっぱり新潟だからお米、おせんべいもね、お寿司もお米系で、うん、確かに統一されてますね。お寿司しかもね、あのワンちゃんの名前も、あ、麦と餅じゃないですか。やっぱりなんかもともとお米系とかが好きなんですか。あんま考えたことないです。確かに、もち麦。次は米で決まりですね。次米ですね。コシヒカリとか。3匹目は、3匹目は米決まりましたね。ではでは、ここでじゃあラスト1問いっちゃおうかな。はい、まだ時間があるので。
せっかくなので、ここで温まったので、綺麗にしまったよ、今綺麗にしまりましたよ。これはどうかな？二人の思い出の出来事。おお、難しいの最後に来ましたね。そうですね。まあほら二人の思い出も今シーズン同じチームになってということで、なかなかこう短い期間にはなるかと思いますが、この中で二人の思い出の出来事。サッカーですか、プライベートですか。じゃあどっちで合わせますか。どっちでいい、この選手どっちだったら合わせ、あの当てられそうですか。でもサッカーだといっぱいありすぎるから、確かにプライベートの方が絞れそうな気はしますけどね、うん、プライベートでサッカー以外の2人の思い出。めっちゃ目で訴えてる。2人じゃなくてもいいですか。あ、みんなのみんなのチームのとか、はい、共通の思い出であれば。そうですね、はい、思い出で。これが揃ったらとっても気持ちよく終われますが、もうコメントでもこれはなか、あの逸材を発見したって問題を作るこの選手夢で見たとかスルーパス受けてるな。すごいファン急増中ですよ今。でも最終問題揃うのか。書けましたか。大丈夫ですか。ではお出しください。せーの、ドン。ピザパーティー、ワンちゃんたちとお散歩。はい、残念。でもいや、これが一番、それが先で、うん、その後にこう、あ、同じ日にやったんですか。あ、同じイベントの前と後で、一部と二部ですね。そうですね。あ、じゃあ同じ日の思い出ってことですね。やったー。揃った揃った。じゃあ正解ってことで。その日が楽しかったっていう。ピザパーティーみんなでやったんですか。そうですね、自粛前になるんですけど、その後ね、自粛になっちゃったんで、それ以来全然やってないんですけど。そっかそっか、その後なかなかプライベートで集まれないですもんね。そうですね。で、ワンちゃんとお散歩っていうのは、上尾信選手のワンちゃんをみんなでお散歩に行ったんですか。はい、楽しい。それ何人くらいで。4人いました。へー、楽しいですね。でもその中でも上尾信選手はピザを食べたことがすっごい楽しくて、でこの選手はワンちゃんたちとっていうのが楽しかったってことなんですね。ワンちゃん大好きです。へー、そうなんですね。じゃあいっぱい触らせてもらったんですか、モフモフを。はい、もちと麦を。うん、よかった。じゃあすごくいい感じに締まりました。最後見事何問を正解ということで、はいはい、では以上で、はい、クイズ2人の答えは揃うのかでした。一旦 CM でーす。はーい、こっち試合って普段見てらっしゃるんですか。高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てたんですけど。 Play with the, since the young age. Konnichiwa, Sikilian, à tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato. さあ、もうあっという間にエンディングのお時間となりました。まずはなでしこリーグ1部2部チャレンジリーグ次節の対戦カードをご紹介します。はい、1週目試合が空きましたので、次節今週末ですね、10月31日と11月1日、はい、試合が行われます。はい、でこちらは延期分の 第9節、そうですね、あ、行われるということなんですね。アルビレックス新潟レディースは野島ステラ神奈川、はい、相模原と対戦ということになりますが、お二人この試合の意気込みをお聞かせいただけますか。神奈川、ホームじゃなくてアウェーになるんですけど、去年までいた神奈川なので、ちょっとホーム感があるんですけど、ああ、確かに。必ず勝って帰ってきたいと思います。上尾信選手は
そうですね、私もちょっと神奈川出身でホーム感が強いので、そうです、大和市出身ですね、はい、しっかり勝ち点3を取って新潟に戻っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そしてちょっとその他の試合ももう一度改めてなぞりたいんですけれども、はい、ジェフは日テレと対戦、うん、そしてマイナビが愛媛と、はい、イガがレッツと、そしてアイナックがセレッソとで、この試合がレッツが勝って、うん、アイナックが引き分け以下だったら優勝が決まるということですよね。もうそういう時期に来たんですね。ね、あっという間に。だからここはちょっと最後までもつれ込む、うん、あのファンとしてはもつれ込んでくれた方が面白いから、ちょっと勝敗はすごく注目しなきゃいけない試合ですよね。ね、今年は特に開幕が7月とこう遅れた分、本当一瞬でシーズンがこう、そうなんですよ、進んでいく感じですよね。だから本当に、あ、じゃあなでしこ見に行こうかなって思ってる方がいたら、うん、もう終わっちゃいますから早めに見に行っていただかないと、うん、また来シーズンになっちゃいますからね、はい、ぜひあの新潟の試合はもうこの選手をチェックで、はい、そしてそれを後ろから見守る神尾延選手を見ていただきたいなと思います。では続いて2部リーグの対戦カードをご紹介しましょう。はい、こちらです。現在トップのオルカは大和シルフィードと対戦ということになりますね、はい、こちらもむちゃくちゃ混戦中でございますので、うん、そうですね、あの一試合も見逃せないような状況となっています、うん、ぜひ皆さん応援に行ってみてください、はい。そして改めてチャレンジリーグのイーストウェストの第8節の対戦カードです。まずイーストですね、はい、こちらの下の方にある出ているのが次節の対戦カードです。そしてウェストお願いします。はい、こちらが次節の対戦カードとなっています。はい、ではですね、こちらはい、はい、アルビレックス新潟リリースからお知らせがございます。リーグ戦は残り4試合、ホームでの試合は1試合のみということになりますが、ホーム最終戦でイベントがあるということなんですね。はい、あ、紙を準備していただいていて、かっこいい。ホーム最終戦14日土曜日に日テレ東京ヴェルディベレーザと、ホーム最終戦が1時キックオフであります。主なイベントとしてはアルビレックスチアリーダーズのパフォーマンスと県内女子選手の前座試合とピッチ脇で私たちの試合を見ることができる新潟市ドキドキワクワクリアル観戦も募集しています。選手考案グッズも販売予定です。ありがとうございます。ありがとうございます。上手に読んでいただいて恐縮です。ピッチサイドで観戦できる特別シートが用意されるってことなんですね。はい。おお、これはいいですね。全然違いますよね。スタンドで見るのとピッチサイドで見るのって。うん、ホーム最終戦をその近さで。はい、うん、迫力が違うし、あの、うん、私もゆうちゃんもリポーターをやってるからね、ピッチサイドの見る醍醐味っていうのは全然違いますよね、うん、スタンドから見るのと、 いろんな、ね、皆さんのこのリアルな声だったりとかバチバチ当たる音も聞こえるし、うん、すごい臨場感ありますからね、うん、ぜひドキドキワクワクシートでしたっけ。ドキドキワクワクリアル観戦、リアル観戦ですね皆さんまだまだこれは募集してる。見てください。はい。ホームページをご覧ください。いや、なんか本当に今日は魅力満載でお願いしましたが、はい、では最後になりますけども、神尾延選手とこの選手からのファンサポーターのご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。はい、まあ、今シーズンも残り少なくなってしまったんですけど、まあ、ホームもアウェーも、ぜひ。試合会議に足を運んでいただき、応援してほしいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。この選手。はい、残り少なくなりましたが、
みんなが楽しいと思ってもらえるような試合をして、得点に絡んで勝ち点3を取りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のこの配信を見てからアルビの試合を見たら、すごいギャップがあるなって皆さん分かっていただくと思うのでぜひ現地に行けなくても、またこれから YouTube では今シーズン最後まで全試合生中継がありますのでね、ぜひぜひお二人のプレーもチェックしていただきたいと思います。ということで今日はアルビレックス新潟リリースから上尾上恵選手とこの風花選手お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手森口香織と、はい、長谷川優でした。また来週です。ありがとうございました。